映画の乱は、中国精神末に起こった、異民族による反乱である。懐御どの年号である英画から呼ばれているが、この反乱が、実質的に開始されたのは304年かそれ以前で、あり、一応の終焉を見せたのは316年である。この乱により精神は滅亡した。もともと、五感初期から強度が、中国内地に腐食し始めていたが、 五冠が有名無実化して三国時代になると、その混乱に乗じて、兵州や司州に居住するようになった。精神の時代になると、三世省に定住していた郷土来民族は、漢人に刺激されて、農耕生活に従事する者も,も少なくなかった。またチベットからも帝族や郷族が領州に居住するようになった。精神内部では、 このような状況を憂い、重心の各金や孔密ルラが異民族を中国内地から徐々に追い出し、内地への出入りを厳しく制限するように提言したが、武帝や慶帝はこれを採用しなかった。精神では290年4月に武帝が崩御し、皇太子の柴忠氏が第二大皇帝に即位した。しかし慶帝は暗愚で知られた人物で、武帝も一時は真剣に、 敗退子を検討したことがあった。その前評判通り、即位した警定は政治を放り出し、実権は、武帝の晩年から調整を掌握していた、皇太后、陽の父、陽春が、タスク性の形で廊断した。これが後に、精神の根幹を揺るがした八王の乱の始まりのきっかけである。洋春は二人の弟を養食につけて、一族で戦をした。 しかし、京帝の皇后のカナ南プは、陽子の戦王を憎み、金軍の中にも、陽子一族に対する不満が高まった。過去は291年に、女南王、芝良と総王芝、と結託して、陽春を殺害した。しかし芝良は聡明で、人望もあったため過去は、次第に、これを疎み出した。そこで、芝、を先導して、芝良を殺させ、 その罪をすべて芝に追わせて彼も殺害、こうして二人を除いて実権を掌握した。その後は加工と追いのか静かによる十年弱の戦王が続くが、政治そのものは名士の超過や敗らが見たためかろうじて精神は安定が保たれた。だが過去は美少年を宮中に入れて陰行を繰り返し、299年12月過去は 自らの実施ではない皇太子柴を廃止、三百年三月に殺害し、これにより精神全土で過去に対する戦後に反発が生まれ、三百年四月に、長王柴林は、西王、柴光と語らって、過去とその一派を殺して、首都落葉を制圧し、三百一年一月に、京帝を廃して自ら即位した。芝治の三脱は、 将の反発を招き、また柴治は皇帝の虚名に酔いしれて、一味徒党の誰彼に見境なく、官爵を乱発したため、朝廷は乱脈政治が展開され、301年柴林は、西王柴光る、加大王芝、聖大柴絵により殺害されて京帝は、福井したが、これ以後皇族同士による血を血で洗う争いが、永遠と続き、国内は荒廃していった。 八王の乱自体は、最終的に306年11月に、東海王芝子氏によって京帝が独殺され、12月に、その異母帝である、懐御門芝沖が、第三大皇帝に擁立されることで終焉した。八王の乱で中央が乱れると同時に、各地では、連年の飢饉にも襲われて、大量の流民が現れた。その中でも特に問題だったのは、 八王の乱が起こる直前から、すでに問題を起こしていた、低族や強族で、特に前者の俗長制万年に至っては296年に、精神に対し反乱を起こすありさまだった。当時は八王の乱が起こっていたが、歌詞の下で、比較的に中央も安定していた時期に当たったため、乱自体は299年までに鎮定された。 ところがこの地域で連年の飢饉により発生した、流民をまとめ上げたともえは、相続の李徳が、駅州に入り、生徒を選挙し自立した。李徳は、精神の討伐を受けて殺されたが、そのいじり武氏は勢力を盛り返して304年に、生徒に、306年には皇帝を称して、大戦を建国するに至った。また、並びへ、 異州を中心に移住していた、郷土の州長である龍縁は、八王の乱では、政党芝英の旗元にあったが、都督優秀諸軍事、王春、平衆史史し罵頭討伐を目的に許されて帰京すると、部族をまとめ上げて304年に、新朝からの独立を宣言し、左国上により、大前武となり、官より賜った、龍政にちなんで官王と合した。 龍縁は一族の龍層や龍陽を重心の大渡るや赤六らを各地の軍権に封じ309年には東平洋に定めた。龍縁は司州に勢力を伸長し余州や西州など河北各地を接見し南下の形成を示した。龍縁は310年に死去し一族内紛の末に兄、龍和を殺した龍層が観光帝として即位した。 八王の乱により、中央の異例は全国に及ばなくなり、精神の水防は目を覆うばかりの惨憺たる状況に立ち至った。精神では八王の乱を終結させた、東海王柴越が政権を握り、過労じて精神を支える状況になった。柴子氏は、官軍の進攻を撃退し、各地の反乱鎮定に積極的だったが、 一方で自らに独裁権を集中させるために、擁立した懐御門の親族外籍や側近を殺戮し続け、かえって厨房を失った。また、このために懐御門との対立が表面化し、311年に柴子氏は落陽から離れて、工場に逃れ、懐御門により討伐の直令が発せられたのを知ると、遊分のうちに病死した。 精神を支えていた芝小芝の最後は、精神に混乱をもたらした。これを見た赤六は、芝越なき後の精神軍を攻めて大勝し、その少子14万を補殺するという大戦果を挙げた。これにより精神は抵抗力と統治力を完全に失い、6月に流僧は、赤六、流陽。 大渡るらの大軍を落葉に差し向け、落葉は略奪暴行の限りが尽くされて都市は焼き払われ、大将軍芝安をはじめ皇族、貴族、市民ら何万人もが殺戮された。懐御門は玉子とともに平洋に連行されたが、当初は皇宮された。しかし、冠中の芝行による亡命政権が活発化すると、懐御門は流層から疎ましく思われるようになり、 屈辱を受け続けて2年後の313年に処刑され、この時をもって精神は事実上滅亡した。懐御門が処刑されたことを聞いて、長安にいた懐御門の追い直し場行は313年4月に即位して、艦に抵抗した。しかし長安も、艦の流用により攻撃され、進む軍は抵抗するが連敗した。またこの貧味門の政権は、 河北に残存していた、精神の残党により建てられた極めて脆弱な政権で、支配力は、長安周辺にしか及ばない、冠中地域政権でしかなく、その長安は八王の乱で、すでに荒廃していたために統治力もなく、さらに精神の将の援軍に現れなかったため、316年に、長安が陥落して、洛陽と、同じく略奪殺戮の地となり、 ビンテは漢に降伏し、平洋に拉致された。こうして精神は、完全に滅亡した。ビンテは生かされたが、懐みかど同様の扱いを受けた後の317年12月に、漢の流層により殺された。ここに、柴明、柴縁からの精神の高騰は断絶した。河北ではこれ以降、その短所は、先の流縁による漢の建国ではあったが、 本格的に、五個十六国時代が始まることとなる。簡潔に言えば、隆延は五部郷土を率いて自立、艦を打ち立て、下艦から中原にかけて、強力な勢力となり、艦中の首都圏一帯を制圧することで精神を、直接崩壊に導き、協力者赤六は主に、関東を攻略し、318年に、隆僧が死去して内乱が起こったのを契機として、 翌年にあと長を建国した。また、精神の支配力低下と、精神側からの救援要請を受けた、先碧族の卓抜部、母謡部も中国本土に南下し、それぞれ大、前園を樹立。一方でこの戦乱を逃れて、液州に避難した流民たちが現地で、政官を建国、同じく領収史として、戦乱を避けるため最域に赴任した、長期は、全領を、 建国、数年のうちに、河北には6つ以上の王国が並び立つ状態となった。そして異民族の侵入を免れた河南では、精神の皇族である芝絵によって、闘神が建国された。以後300年間、中国大陸は異民族から肝心を含む複数の政権に分裂し、離合集散を繰り返すことになる。英華の乱の発生年は、 実質的に龍縁が漢を建国した304年とされている。同年に駅州で李武氏が政党を称して自立したこともあり、この年が実質的に五個十六国時代の始まりとされている。終結年に関しては、311年の落葉館楽による精神の事実上の滅亡、313年の懐みの処刑、316年の 長安陥落など諸説がある。ありがとうございます。